車ってね、実はね、維持費高いんですよ。で、よく地方だと車ないと生きていけないからという人いるんですけど、確かにそうなんだけど、車の維持費ってクソ高いですよ。年間なんやかんや50万ぐらいかかるじゃないですか。車の本体代とか全然別にして。そうすると、50万ってどれぐらいすごいかっていうと、週にさ、1万円タクシー代に使えるんですよ。結構リッチじゃないですか、それって。で、しかも、自分で副業やる人とかだったら、車代は会社を作らないと、株式会社とか合同会社が何でもいいけど、会社を作らないと車代って経費で落ちないんだけど、タクシー代は副業やってたら全部経費で落とせるんですよ、ちゃんとやれば。だから僕なんかはっきり言って車を買って得するのってかなり限定的な状況だと思うので、車をローンをかけてまで買う理由はちょっとよくわからないですね。田舎にいたら車いるって人いると思うんですけど、それローンかけて買うほどの車買っちゃダメだよね。なんかほんとクソ安いやつでいいですか、移動手段だったら、うん、てか変に車買うよりもなんか電動アシストついてる自転車の方が早い場合もありますからね、うん、とかあとはそのちょっと高いけど車よりは安いと思うんですけど、カーボンとか使ってるちょっと軽めの自転車が買ったら普通に車ぐらいのスピード出るんで、あれってよっぽど重いもの運ぶわけじゃなかったら僕自転車を勧めますが、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。